皆さんどうも、ニューマグチャンネルです。前回スラムのパート2まで進めましたので、今回はデッドエンドの回になります。ストーリーを進めるにつれて、さらに猫への愛情が深まってきました。怖いゲームが苦手な方なんですが、この猫となら進められそうです。今回もタイトルからして少し怖そうですが、頑張って進めていきたいと思います。ストーリーの序盤から大歓迎ですね。何でも食べてしまうバクテリアでしたっけ。ちょっと数多すぎませんか。何度かやって分かったのですが、ジグザグに走っていくのが捕まらないコツのようですね。鉄骨への飛び移りもだいぶ慣れてきたと思いませんか。とか調子に乗って行ってると戻ってきてしまうという。二段階ってことですか。何かに乗ってしまいました。急いでどいて。飛ばされた。痛そう。大丈夫かな。心配してくれるんだ、ありがとう。こっちじゃなさそうですね。絶対に何か出てきそうな感じですね。うわ、檻の中にあれがいる。いたいた。
なかなか素晴らしい驚き方ですね。なんかヒントください。しょうがないな、そこら中探してみますか。メモリー発見しました。恒例の爪研ぎタイムです。落ち着く。なんかありました。なんだろう。またそうやってみんな猫使いが荒いな。と疑問に思ったんですが、ケーブルはどうやって引いたんでしょうか。まあいっか。この左に見えるケーブルたどればいいんですね。なるほど、あっちからいっぱい出てきて、ここを渡って逃げ戻ってこいということのようですね。こっちにいるのか。
危ない武器、積まれてしまいました。暴発しなければいいけど。連続では使えないようですね。気をつけないと。いつものドラム缶があるので、これを使うはずです。ちょっと動かしてみます。奥のドラム缶をあちらに持っていくのかもしれませんね。ダクトに入れそうにありませんね。なんか間違えたかな？ダクトの方じゃなくて窓の方から入るみたいですね。この上から下に降りるパターンは下に何階層でドキドキするんですよね。ここ絶対います。いきなり来ました。待って、準備してないです。ああ、即やられてしまいました。逃げながら倒す必要があるので、ここ本当に難しいです。もう何回目でしょうか。少しずつ細かく倒していかないと後で取り返しがつかなくなっています。うわ、一匹残ってました。怖いからすぐ撃っちゃうんです。
倒せました。やりました。その歩き方なんとかなりませんかね。すごい気になります。お父さん帰ってこれてよかったね。さあ、一仕事終えましたので次に向かいますか。こっちじゃないや、すみません。表現されてるのがすごいです。奥で手を振ってくれてますね。ちょっと嬉しいかも。だいぶお待たせ。よし、行きましょう。
日はここまでにしたいと思います。チャンネルのご登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。